はい、こんにちは。札幌占い美容室早まかしの後藤です。今回はですね、トーンを下げたいってことなので、7トーンのアッシュにグリーンをかなり 50% ぐらいでですね、トーンを下げていきたいと思います。で、やり方を見ていただくと分かると思うんですが、今回もリパレットっていうのを使ってやっていきます。では早速ちょっとやっていきますね。リパレットの特徴なんですが、これ100均のまな板なんですけれども、ここですね、前回の動画でも言ったんですが、この R が頭の丸さと比例して作っていると、頭皮にガチッとくっつけた時に根元まで滑ることができますので、この R は絶対入れていただいた方がいいと思います。でなぜこういう形にしてるかっていうと、これは持ちやすいようにですね、そういうようにしております。である程度の幅がないと塗れませんので、ちょうどいい形かなと思います。はい、リパレットを使った、ウィービングの説明になります。まずスピードが速いっていうのが一つですね。で使用薬剤はスローカラーのアッシュのグレーカラーの6、それと、グリーンを1対1に使っております。グレーを使っている理由としては、トーンを落とすときにかなりグレーカラーを使えるんで、そうしております。はい、でリバレットを、ね、根元側から、きっちり塗れますんで、そちらを使って、通常のウィービングと同じような感じですね。で、ホイリングしない理由としては、どこに入れたかっていうのを全体で見て分かるようにしております。で後から足りない場所を足していったりとかですね、今回はローライトっていう感じなので、ちょっと足りない毛先の部分を後で足したりとかですね、そういうことがホイリングしないことでできます。通常の、ウィービングよりもですね、気軽にできますので時間もかかりませんし、簡単です。で根元の方からグラデーションを入れたいので、根元の方はそのまま直接ハケで、2、3センチぐらいですね、塗っております。顔周りも塗ってます。最後に、ポイントをこうつけ足しているような感じですね。はい、では今カラーの方が終わりまして、そのあとこのカットなんですけれども、ちょっとこの辺が長いんでちょっとカットして、ちょっと癖があるんで、ちょっと癖見ながらカットしようかなと思います。ちょっと心が長い感じがするので、ここをちょっと切ります。基本的にローテーションでカットしていきます。この毛束がだいたい指2本分ぐらいの毛束を出して、それをこっち側からえー今日も動画見ていただいてありがとうございます。今日も無事撮影の方が終わりました。はい、今日どうでしたかどうでしたかって言うと困りますよねはい、です。またリアルなサロンワークの方をお届けしますので、皆さん早もかしのチャンネル見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんまたさよなら。バイバイ。はい。